芋タコ南京は NHK 連続テレビ小説の2006年度下半期の作品である。シリーズ通算第75作目で大阪放送局が制作するシリーズでは通算30作目となる。放送期間は2006年10月2日から2007年3月31日。2007年には衛星第2テレビでゴールデンタイムの19時30分 -19。 45に再放送された。脚本は長川千佳子、原案、大事は田辺聖子で、田辺の自伝的ドラマである。舞台は大阪、天馬の商店街である。歴代の連続テレビ小説は時系列に沿った年代記であったが、本作品では舞台設定を常にヒロインの現在にし、その中に過去のエピソードを織り交ぜていくという、 連続テレビ小説では珍しい物語構成を取り入れた。基本的に一週間で完結するエピソードを週に2、3本折り混ぜており、途中から見ても楽しめるようになっている。また、土曜日放送の回には、徳永家で料理を食べるシーンが恒例になり、そのうち何回かは料理のレシピも紹介するという、それまでの連続テレビ小説にはない思考が凝らされた。二人っ子。 ヤンチャクレ・テルテル家族のように、大阪が舞台の朝ドラといえば、コテコテな笑いを描くのが常であったが、本作では極力そのような笑いを排しているのが特徴である。このドラマは、大半が固定スタジオセットで撮影され、ロケが極度に抑えられた。主要な回想シーンは、大半が VFX による CG 再現となり、 昭和の街並みの場面では、路面電車のトロリーポールやビューゲルと河川の接点から、火花が飛ぶところまで再現され、夜景では特に生えた。ウルトライダーという、ウルトラマンと仮面ライダーを合わせた名前のメタルヒーローが登場する、相和があった。ウルトラシリーズから始まる、当時の特撮ブームを背景にしている。使用されたコスチュームは同じく NHK 大阪、制作の、 オードリーの劇中でも使用されていた。関東地区の2006年の2007年の最高視聴率は20.3%、平均視聴率は16.8%であった。2017年現在、ソフト化されていない。ソフト化が行われていない作品としては、一番新しい作品である。なお、番組公開ライブラリーでは、総集編のみではあるが視聴が可能。前作の 順調キラリに引き続き、ヒロインの選定オーディションは行われず、藤山直美が直接キャスティングされている。恒例のヒロイン引き継ぎのバトンタッチセレモニーも催されなかった。なお、藤山は当時47歳で史上最年長ヒロインとも呼ばれた。一方、このドラマでは異例にも4人もの朝ドラ主役経験者が出演した。また、 やんちゃくれで小西演じるヒロインの姉役であった高田聖子がゲスト出演し、小西と共演するシーンが設けられるなど、朝ドラファンを意識した演出もなされた。なお、藤山、国村の名コンビは、1997年に NHK のドラマ新銀河、この指止まれに2000年に映画、顔でも共演している。また、少女時代の町子役を演じた小高杏奈は、 前々作の朝ドラ、風の遥かで、少女時代の地位役を演じていた。NHK 大阪放送会館のアトリウムで2007年2月20日から3月12日まで、スタジオセットの一部が無料公開され、公開されたセットは、徳永家の今、応接室、町子の仕事部屋、中庭と、エンディングはこれまではドラマに関連した映像資料などを放送したが、 この番組では翌日放送分の触りの部分を取り上げている。ありがとうございます。